はい、こんにちは、ニャです。ってことでね、今日はリクエストにお答えしてね、あんまり飼ってる人が多くないであろう、多次元のラフィーネ編成紹介していこうと思います。この編成かなり強いです。まあ、組める人は少ないかもしれないけど、この編成ね、代用たくさんあって、武器はほぼ自由だし、本体もね、代用全員可能です。かなりね、組みやすいと思うので、組んでみてください。で、ぜひね、初クリア目指してみてください。参考になったらね、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ってことで編成はこちらです。いつも通りね、代用の前に組んだ編成紹介すると、ラフィーネに学園徳川、ハロウィンジャクルにストーリーリーチ、メルティにバレリア、犬夜叉に学園アマテラス、闇アテナにバレアキネで、正月リーチにゴレンガチャダラです。で、ゴレンガチャダラはスケレブ最大で、他はね、スケレブ1で OK です。で、必要 HP は 158,439 で、必要スキルは19です。バッチは HP ね。HP バッチない人は必要 HP 超えれば一応代用はできます。で、武器のね、役割と代用候補なんだけど、まず武器全体でね、チーム HP が5個と、チーム回復が9個、エルジュと封印1個あります。で、スキル使うのはゴレンガチャラだけで、あとはね、スキル使わないので、好きに代用できます。かなり自由度高めです。学園徳川とバレリアは、チーム HP、チーム回復と、スキブ、バインド、チーム HP になってて、これ捨て盛りで OK です。捨て出す盛りやつね、持ってるやつ、アマージュとか、まあ、いろいろ持ってると思うから、その辺使って代用してください。で、ストーリーリーチェは、チーム HP と4色強化が役割です。で、まあ4色強化はね、なくてもよくて、自由枠です。リボクとか、アブリニアとか、レイとか、ダイヤがおすすめだけど、まあ、なんでも OK です。で、続いて学園アマテラスですね。ここは、スキブと、チーム回復と、消せない回復、覚醒無効解除が役割なんだけど、ここも自由枠です。別に表のスキルでいいから、裏のスキルはね、使わなくても大丈夫です。バレデとかフェゴランとかルーシーがおすすめですね。で、続いてキアキネです。キアキネはスキブとチーム回復と封印です。で、ここも自由枠です。もう完全に自由です。まあ、封印とチーム回復持ってるだけで、別に何でも OK って感じになってます。で、最後5連ね。5連はチーム回復とエルジと激減です。で、これだけはね、60% 以上軽減のスキルが必要なので、そこだけはね、必要です。はい。まあ、でもね、これ、60% 以上軽減がなくても、闇ユリシャ積むだけなので、別にね、なくても大丈夫です。最悪ね。で、続いて、本体の代用のための役割なんだけど、まずチャコルね。チャコルはスキブ4で暗闇で木枠で火力枠でロック解除と軽減ループが役割です。ハロウィンドルガーでもね、代用できます。こいつは確定ですね。その他ね、色目注意してスキルターンのね、軽いキャラとか、スキルチャージ持ちのにクルセイダーアシストとかでも OK です。結構ここまで代用豊富ですね。で、続いてメルティです。メルティはスキブ2で毒で十字で火力枠でエンハループです。まあこれはね、代用ミナーマが一番いいかなと思います。火力大幅に触っちゃうけど、エンハループしなくても OK です。エンハループは別になくても大丈夫です。火力出るやつに変えて、ごまかすって言っても全然あります。で、続いて、犬夜叉ですね。これが一番代用聞かれるかなと思ってるんだけど、スキブ2で火力枠で、ヘイストとロック解除陣と覚醒無効回復が役割です。ヒパイモンとか、ミゾソフィーとか、セッションマルとか、フェゴランとか、キジルとか、ウルトラマンベリアルとかがおすすめですね。特にキジルはね、無課金キャラだから、まあ代用するならキジルもいいかなと思います。で、続いて、闇アテナね。闇アテナはスキブ4で、お邪魔で、ウェイで、火力枠で、遅延とロック解除と回復エンハンス持ってます。で、代用するんだったら、ウルトラマンベリアルとか、究極バランとか、キーダンタリオンとかがおすすめです。で、最後にね、リーダーのリーチです。これは、スキブ2でスキチャ3つで、ロック解除ジンダブル吸収になってます。代用するんだったら、ジードとかラフィーネとか、メズリーチャとかがおすすめです。まあね、ラフィーネは持ってると思うから、誰かが。ラフィーネにしてもいいし、ジードとかもね、最近引けた人が多いと思うから、ジードとかでも OK ですってなってます。はい。じゃあね、続いて立ち回り見ていきましょう。いつも通りね、倍速で見ていきます。まず1回層ね、ラフィーネ変身して、チャコル撃って、闇アテナ撃って、で、右ターゲットして殴っていきます。で、右ターゲットしたらね、超根性まで持っていけるので、そしたらね、右が残り1ターンになるまで、1体ずつね、超根性を削っていきます。で、この編成なんだけど、チャコルとメルティはループします。で、ロック解除はチャコルと犬夜叉と闇アテナが持ってるので、ロックで積むこともない編成ですね。はい。よし。じゃあね、右、超根性まで削ったので、左から順番に超根性まで削っていきます。はい、OK。よし。超根性まで削っていきましょう。はい。さあ、この編成指もね、そんな短くないから、変身までも結構楽です。さあ、じゃあまた平積みしていきます。はい。OK。これで、左から2体目も超根性まで持っていくと。で、今メルティ溜まったけど、メルティは撃っちゃダメね。メルティは次の階層で撃ちます。で、右がね、残り1ターンになったので、右ターゲットして殴っていきましょう。はい。闇とね、水は、ウェイを組むと火力が出ます。はい、OK。これで殴って、削っていきましょう。はい。これで木だけ残りますね。木だけ残っても同じで木倒しちゃいましょう。で、リーチはね、空打ちしてください。リーチは溜まったら空打ちです。はい、OK。よし、さあ。で、しっかり組んで突破していきましょう。はい。さあ、続いて2階層ですね。2階層ここね、メルティの変身温存したので、メルティの遅延をかけていきます。変身遅延をかけていきます。で、覚醒無効解除は犬夜叉。回復力減少は闇アテナ打ってください。まあ、犬夜叉はね、確定で打ってください。裏溜まっちゃうからね。まあ、裏代用してなかったらね、まあ、一応同じスキルなんだけど、一応ね、残しといてください。
あ、確定で打っとくと安心かなと思います。はい。じゃあ削っていきましょう。ちょっとずつちょっとずつ削っていきます。で、まあ次か次の次ぐらいに、もうね、メルティが溜まって、メルティじゃない、ラフィーネが溜まって、かなり楽になります。はい。さあ削って、あ、溜まったね。そしたら打ちましょう。打って削っていきます。はい。で、一応ね、今チャコル溜まってるけど、チャコルはね、打っても大丈夫です。チャコルはループなので、打っても大丈夫です。まあ、攻撃してこないからね、打ってないだけだと思います。はい。OK。さあ、削りましたね。そしたら、ここ倒しちゃいましょう。しっかりね、はい。しっかり平積んで、倒していきましょう。はい。OK。これで突破です。さあ、続いて3階層ですね。3階層ここは、水か闇で、ウェイを組んで、消せない回復しながら、L 字と十字組んで、ロック目覚め、ロック解除と、グライミー目覚め解除していきます。で、チャコラも打ちましたね、今。はい。で、水でウェイ組んで、はい。で、光で、L 字組みます。はい、OK。L 字組んで、火で十字組みますと。OK。これで、殴っていきます。今はね、メルティのエンハンスが、ない。あったのか。あったけど打たなかったのか。だから削れてないですね。はい。よし。さあ、そしたらメルティ打ちましょう。メルティ打って、で、しょうがないからね、ここはちょっと、暗闇パズルをします。で、水挟んで、闇で十字組んで、光組んで、火組んで、はい。で、十字繋がらないように回復ぶち込んで、で、木と水落として殴っていきましょう。はい、OK。さ。よし、これでね、すべての相手のデバフ、ギミックが返せましたね。じゃあ殴っていくだけです、あとは。水と闇のウェイを組みながら殴っていきましょう。はい、OK。よし。殴っていきます。水とね、闇はウェイを意識すると火力出ます。火力出したいときは、水と闇はウェイを組みましょう。さあ、怒ってますが、ここも水と闇のね、ウェイ組んで火力出して殴っていきましょう。とにかくね、あ、火力出したいなって思ったら、水と闇のウェイを組むと、安心して突破できるかなと思います。はい、突破です。さあ、続いて、4階層ですね。4階層真ん中ターゲットして、まずは超根性まで削っていきます。で、突破するときにリーチ打つって感じね。さあ、まずは平積みで超根性まで削っていきましょう。はい、OK。よし。さあ、そしたらね、リーチ打って、で、光の全体、含みながら殴っていきましょう。光と闇全体組みながら殴っていきます。はい。よし。よし。闇全体組むかな？組めないかもしれない。これは組むのかな？組んだね。光と闇全体組んで殴っていきます。倒せなくてもね、特に問題はないんです。リーチがね、すごい長いのでダメ、ダブル吸収が。特に倒せなくても問題はないんです。はい。ちょっとね、右が一体残っちゃったけど、特に問題なく倒していきましょう。はい。OK。よし。さあ、これで突破していきます。続いては、5階層ですね。5階層は通パンするだけです。で、半分行ったらね、ロック目覚めしてくるので、ロック解除もしましょう。で、メルティ打って、まずは殴っていきます。で、通パンですね。普通に通パンするだけです。特に何もないですね。はい。よし。さあ、削って。で、あれね、次の階層でね、ラフィーネを打つので、ラフィーネはね、ちゃんと溜まるように突破してくださいね。じゃ、チャコールでロック解除して、殴っていきましょう。はい。よし。で、ロック解除忘れてますね、これ。はい。ロック解除はバッチリ忘れてます。はい、突破していきましょう。よし。さあ、続いて6階層ですね。6階層ホルスの場合は、ラフィーネ打ってワンパンします。で、ラーの場合は、覚醒無効来るから、ニニアシャ打ってワンパンしましょう。でね、これしょうがないから、ロック解除していきます。さっき忘れたからね。はい。よし。光で L 字組んで、はい、水組んで、OK。これで、これでバッチリですね。はい。これでワンパンしていきます。さあ、続いては、7階層ですね。7階層ロズエルがめんどくさいんだけど、ロズエルはワンパンできます。でリュエルの場合は、アテナ打って、で、50倍以下になった場合はね、イニアシャ打って、で、ラフィーネ打って突破してください。で、ファミエルの場合は普通に2パンするだけです。はい。じゃあ、しっかり組んで殴っていきましょう。はい。よし。でね、ファミエルが一番めんどくさくて、暗闇目覚めしてきます。この暗闇目覚めがマジでめんどいですね。はい。そしたら、イニアシャ打って、ラフィーネ打って、で、殴っていきます。できれば十字組みたいね。まあ、でも突破が優先です、今は。はい。突破優先で殴っていきまーす。はい。OK。よし、しっかりね。ウェイ組んで殴っていきましょう。OK。よし、これで突破していきます。はい。さあ、続いて、8階層ですね。8階層はね、全敵ワンパンする、ツーパンするだけです。で、今はね、暗闇食らってるから、暗闇も組みたいかなって感じですね。ファミエルが一番だるいですね。他色の敵です、彼は。はい。彼女かもしれん。さあ、じゃあ殴っていきます。十字組んで、はい。木がねえから、木も組んで、はい、OK。よし。OK。これでね、十字壊されないように、しっかりね、囲って、で、殴ります。はい。じゃあ次ね、ウェイ君でしっかり、ウェイ君で殴っていきましょう。でね、ロックは、アテナ、打って、ロック解除して、メルティもね、ちゃんとループして、殴っていきます。こういう時はね、ウェイを意識して火力を出すと、安心できますね。安心して倒せます。はい。OK。さあ。
光取って、光取って、OK。こんな感じで殴っていきましょう。ウィを組めば倒せます。はい、OK。さあ、続いて、9階層ですね。9階層、まず、ルシファーの場合。ルシファーの場合は、リーチ打って、ズーパンするだけです。で、バールの場合は、ウィで消せない回復しながら、ワンパンしてください。で、ラファエルの場合ね。ラファエルの場合は、ラフィーネ、メルティ打って、水と光と闇のウェイプラス、火と木のね、2セットでワンパンできます。で、まあ、6色の G コンボでワンパンできますけど、まあ、ね、もしね、ラファエル半分倒しきれずに、覚醒無効を食らっちゃった場合ね。覚醒無効を食らっちゃった場合は、全力回復意識して、覚醒無効の状態で耐久すると、罪なくね、次の階層に進めます。はい。一応ね、ワンパンできない時も対応はできます。はい。そうこう言ってるうちに、ルシファーは倒せますね。はい、オッケー。さあ、続いて、10階層です。10階層ね、ここは、パンドラの場合は十字組みながら通パンしてください。パズル教室はね、8コンボ組むだけです。で、クリシュナの場合、クリシュナ間違えた。アスタルトの場合は、ルーレット生成来るんだけど、その時にね、ラフィーネのルーレットが残り1ターンだと、ルーレット生成が無言パンチになって殺されちゃうから、ルーレットのターンだけ気をつけてください。あとはパズル教室するだけです。で、サラスバティはね、イニアシャ打って通パンするだけです。はい。よし。じゃあパズル教室しっかり組んで殴っていきましょう。8コンボするだけですね。はい。よし、しっかりね、ここは、組んでください。ラフィーネのね、指延長あるから、全然指は大丈夫だと思います。はい、しっかり8コンボ組んで、で、はい。おめでとう言ってもらって、じゃあ倒しましょう。はい。メルティ打ち忘れ気をつけてな。はい。よし。メルティは溜まって、まだあったわ。まだエンハスあったね。よし。じゃあ平積み組んで、しっかりね、火力出したいときは、ウェイを組んで、はい。バッチリ、盤面最大組んで殴っていきましょう。はい。よし。これで突破です。さあ、続いて、11階層ですね。11階層ね、ここちょっと私ミスってますけど、まあ、行きます。次、ラフィーネとイニアシャ、使えるタイミングで突破してください。でここね、私勘違いして、ちょっとね、ちょっとタイムロスしてますけど、まあ別に問題はないです、タイムロスしても。で、ビジュヌの場合は、デバッグ来るから、メルティ打って、リーチ打って、倒すって感じになってます。で、本当はね、ここ、ラフィーネがね、溜まるから次のターン。よかった、突破してよかったんだけど、まあしょうがないので、はい。ここね、間違えて、はい、耐久してますね。これもう、メルティ打って突破してよかったです。はい。さあ。で、あとね、ビシュヌの話してなかったね。ビシュヌじゃない、クリシュナの話してなかったね。ビシュヌ、クリシュナは遅延来ます。で、指現象来るから、指現象はね、気をつけてください。で、普通にリーチ打って突破してください、クリシュナは。はい。よし。まあ、クリシュナが出たらね、こんな感じで耐久するって感じだね。はい。よし。さあ。じゃあね、リーチ溜まったから、リーチ打って、で、メルティ打って殴っていきましょう。はい。切らずんでね、殴っていきましょうね。はい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 。よし。まあ、でもね、これね、リーチ溜まったから、打ったから、このね、リーチの7ターンダブル吸収がずっと継続するので、まあ、これはこれでね、まあ、いいことでもあります。このリーチの7ターン継続のおかげで、だいぶ先のエキゾナ階層でね、ダブル吸収効いてるので、まあ、それはそれでいいかなと思います。はい。そしたらね、5連ガチョダラまで全部打って、ラフィーに打って殴っていきます。アモンは覚醒無効来るからね、イニアシャ打って、覚醒無効解除して、2パンしていきます。もしイニアシャなかったらね、5連ガチョダラの激減で耐えてください。はい。よし。で、もちろんね、ビレルの場合は、ラフィーネ打って、指返して、で、ワンパンするだけです。はい。じゃあね、平積みして殴っていきましょう。はい。はい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 。はい、OK。よし。これで突破しましょう。水。はい、綺麗に組んで突破です。さあ、続いては、あれですね、式神階層ですね。ここ百式神であってるよね。こいつらが、あれですね、裏立ち弦より表立ち弦の方が難しいって言われてる所作ですね。はい。で、暗闇くるみながら、見かけは、通パンしていきます。はい。で、セイナの場合は、クルセイザーじゃないや、チャコル打って、軽減張りながら、3パンしていきましょう。で、リュウメイね、リュウメイはロック気をつけて、ダメージ半減に注意しながら倒しましょう。ってことで、はい。ラフィーに打って、見かけは倒していきましょう。平積みと、火力出したいときは、ウェイを組んで、はい、オッケー。これで突破していきます。オッケー。これで殴って突破です。さあ、続いては、14階層ですね。14階層ここ、冷えキドナ出た場合は、イニアシャ打って、通パンしてください。で、今回イニアシャ溜まってないから、普通に盤面で耐久します。指はね、そんなきつくないので、普通にルーレットパズルで、軽減張ってください。で、水のね、エキドナの場合は、ただ通パンするだけです。で、光のエキドナの場合は、ダメージ吸収、ここね、今続いてると思うんだけど、さっきね、11階層で、リーチをね、改めて打ってから突破したから、残ってますね。で、こうするとね、楽です。光リーチ、池の中。光池の中楽になってます。で、通パンするだけです。光池の中も通パンするだけ。はい。さあ、じゃあ、池の中も殴って突破していきましょう。はい、OK。よし。
さあさあさあ、やっとボスですね。はい。さあボスです。ボスね、ここ暗闇目覚めしてくるから焦らずに十字組んで三番していきましょう。はい。よし、じゃあラフィーネ打って十字組みながら三番ね。暗闇目覚めめんどくさいからしっかりね十字忘れないように気をつけてください。はい、オッケー。これでバッチリ組んで殴っていきます。で、これでね、まあ、50% 弱の削りします。はい。で、次ね、ウェイ入れちゃうと、これ発狂怪しいので、ウェイは入れずに殴っていきましょう。平積み、全部平積みで、軽く出しすぎないように殴っていきましょう。これはね、まあ、臨機応変に対応してください。発狂だけは来らないようにね。平積みして、はい、光も食わないよう。回復は2セット組んでも OK です。さあ。で、B 削りして、はい。そしたらね、無効貫通貼るので、無効貫通は6色組めば倒せるので、しっかり組んで倒していきましょう。はい、平積みして、はいはい、木。水、木、OK。さあ、で、光組んで、OK。これで殴って突破していきます。さあ、続いて、ボスですね。ボスは一番大変なのが、多分、木かな。あとは楽ですね。まあ、全部楽です、正直。光は十字組みながら殴るだけですね。で、木の場合ね。木の場合は、一発目は素で受けます。で、二発目、三発目は、チャコルで受けれます。で、四発目はゴレンゲゾラで受けれます。まあ、負ける要素はないかなと思います。はい。よし。で、闇エリシャね。闇エリシャは半分時、ゴレンガチャドラ撃ってください。で、覚醒無効。半分後は、イニアシャ撃ってください。覚醒無効とジンです。はい。よーし。ってことで、殴って行きます。はい。水。オッケー。さあ、あとはもうほんと殴るだけですね。はい。削って。いい削りするね。あ、でもやっぱね、攻撃してこない分、やっぱ水、光エリシャは楽かなと思います。十字もあるしね。十字ない他色は結構ね、きつかったりするんだけど、光エリシャ。このパーティーはね、メルティが十字持ってくれてるから、楽に削れます。あと2パンぐらいだね。さあ、殴っていきましょう。まあ、そういう意味では、やっぱ闇ユリシャはやっぱめんどくさいね。まあでも、他色は結構闇ユリシャ楽な方です。さあ、じゃあ次倒して、これ殴ったら終わりですね。はい。しっかり組んで殴っていきましょう。火力出したいときはね、ウェイを組んでいきます。さあさあさあ、オッケー。はいはいはい。よし。オッケー、これで突破していきましょう。はい、さよなら。ってことでね、参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いしまーす。立ち回りとね、タイムはこんな感じになってます。はい。ぜひね、初クリア目指してみてください。よかったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。バイバーイ。